こんにちは。フィリピンダボー情報チャンネルの町田です。本日もフィリピンとダボーの情報についてお伝えしていきます。まずはですね、久しぶりですけれども、フィリピン全国の感染者情報についてこちらです。はい、こちらですね、ちょっと何パーセントというところは省いてですね、その下に書いてある数字が、それぞれの数になってるんですね。黄色い枠の下の数字です。7058というのが1日の新規感染者の数。これは2021年5月30日時点でのデータとなっております。新規感染者が7058人ですね。で、真ん中が回復者で6852人。そして、死亡者、1日に出た死亡者の数が139人となっています。で、その下のバーのところに書いてある数字ですけども、感染者の総数がですね、1223627人となっています。全国的に見てですね、まだ新規感染者も出ていますし、安心できない状況になっています。今日の動画ではですね、私が住んでいるダバオ市に、フォーカスしてお伝えしていきたいんですけども、こちらのデータがダバオ市を含めたですね、ダバオ地域の情報となっています。ダバオ地域全体で見ますと、新規感染者、黄色い四角の中の下の数字なんですけども、243人。そしてダバオ地域全体の回復者は真ん中の緑の69人。そして、死亡者、新しく出た死亡者が6人となっていますね。そしてダバオ市だけの数字もこちら載っているんですけども、真ん中の方にですね、ダバオシティと書いてあるんですけども、ダバオ市だけで見た1日の新規感染者の数は、5月30日で136人となっています。ここのところ連日ですね、100人を超えて新規感染者が多くなっています。5月25日からのデータを紹介したいんですけども、5月25日で173人、5月26日が154人、5月27日が133人、そして5月28日も133人で、5月29日が198人、そして5月30日が136人と、常に133人以上となっていますね。で、多い時は198人と。なっているんですけども、ダバオ市は全国的に見て、新規感染者が増えているという状況になっているということですね。それを踏まえて、ダバオ市の状況をお伝えしたいんですけれども、サラ市長がですね、酒類の販売禁止24時間、そして夜間外出禁止が21時、夜の21時から翌朝の4時まで外出禁止となっているんですけども、それを7月の31日まで延長することが決まりました。もう酒類禁止に関してはですね、毎回毎回、一応ここまでっていうのがあるんですけれども、もう皆さんお酒好きな方もですね、また伸びるんじゃないかっていう、最初の方はやっぱり期待して、いつまでだから我慢しようって頑張られてたと思うんですけども、最近はもうですね、まあどうせ伸びるだろうなって言って、今回も伸びて、やっぱりまた伸びたって、そういった声もですね、SN 上の日本人の方の声でも見にしたりします。はい。なので、まあ、先ほどご紹介したように、ダバオ市では新規感染者も増えているので、このずっと続いているですね、酒類の販売禁止、そして夜間の外出禁止ですね。こちらもなかなかまあ不便といえば不便なんですけども、もうずっと続いているので慣れてしまいましたね。もう夜9時より、あとは外出ちゃいけないということなので、もう当然買い物とかもそれまでには済まさなくちゃならないですし、まあそもそもですね、レストランとかも早めに8時には閉まるというところも多いですね。9時までやってる、ギリギリまでやってるところもありますけども。で、ダバオ市のサラ市長はですね、今回また感染者が増えていることに伴いまして、ダバオ市民がですね、基本的な公衆衛生上の最低基準のルールを遵守して、地域での感染リスクを減らすために外に出るとき、というのはですね、必要な商品とかサービスを購入するとき、または仕事ですね、とかビジネスの話をするときのみ家を出るのは認めますけども、それ以外は今も感染が増えているので家にいてくださいということを再び呼びかけています。またダバオ市としましては、最近5月26日に出された行政命令なんですけども、これはダバオ市政府としてですね、こういった活動はコロナ禍なので行いませんよということが発表されています。それがですね、まあ、政府として禁止している活動ですね。これは誰かが何かの役職に就いた時の就任式とかですね、何かの記念日、感謝祭、テープカット、また何かを祝福する行事、引き継ぎの行事とか、起工式の活動とか、誕生日会とかですね。まあ、こちらの人誕生日会盛大にやったりするんですけども、あと記者会見ですね、対面での。あとは宣誓式のプログラムや、大勢での写真撮影、退職の
栄誉を称える活動、まあ式典ですね、とか、夏にみんなでチームビルディングって遠足に行ったりしてるんですけども、そういった活動を含めてその他類似した大勢が集まったり感染をですね、広めてしまうような活動は、ダバオ市政府としては禁止するという行政命令が5月26日に発令されて、それが発表されています。まあ、これは一応8月31日まで一時的に停止ということらしいですね。まあ、政府活動というのは重要なものなんですけども、対面式だったり緊急でないものはですね、停止するとされているそうです。まあ、このリストにはですね、研修とかセミナーとか、医療ミッション、地域に医療行為を行いに行く活動ですとか、植樹活動とかそういうものも含まれていて、8月31日までは一時的にそういった活動は一切停止しますよという、はい、発表がなされています。まあ、これが発令された背景としましては、やっぱり政府で行っていたですね、イベントに参加した時にコロナの陽性の人がいたということで、こういった活動はですね、今後控えようということになったそうです。また今度民間でもですね、最近はロックダウンをされる、施設が増えています。まあ、ロックダウンというのはその会社のオフィスですとか建物ですとか、そういったところをロックダウンすると言っても、一時的に閉鎖ですよね。っていうのが、やっぱりこの感染者がそこの中でクラスターが起こってしまっているっていうので、最近よくニュースで目にしています。まあ、その中にですね、ダボシ政府の一つの機関も入ったりしてたんですけども、あとはコールセンターですね。やはり職場内でクラスターが起きてしまったということで、コールセンター自体をもうロックダウンするという命令が出されているという報道がなされていました。あとダボシ政府の行政機関ですね、そちらでも結構多くの事務所がロックダウンということで、会計、市の会計事務所ですとか、ビジネス関係の市の事務所ですとか、登録関係ですね、登記関係ですとか、副市長事務所とか議員事務所とか、結構多くのところが感染者が出ているために一時的に閉鎖ということになっているそうです。ダバオ市衛生局の局長によりますと、現在のですね、ダバオ市内での感染の増加の主な原因は、どうしても職場内等で集まってしまったり、まあ、あとは病院内感染も多いみたいですね。その話によりますと、オフィスや何らかの施設での食事の時に参加者数が一定以上の上限を超えてしまった場合、そしてマスクとかですね、フェイスシールドが適切に着用されていなかった場合などに、まあ物理的な距離も取ることができず、感染が広まっているということが起きているそうです。また、サラ市長も政府機関や銀行、BPO、コールセンターなどの BPO などの様々な職場で、クラスターが発生してしまっているということを指摘しています。また、そういった職場で感染してしまって、家庭に持ち込んで、その家族が感染してしまうと、そういうケースも増えているみたいですね。ダバオ市内では今140件の家もロックダウンされているそうです。まあもうそこが市から監視の人がついて、もう出入りを厳しく見られているという状態でしょうね。で、また2つのコンパウンド複合施設でロックダウンが行われているという報道がなされています。またですね、ダバオ市から船で15分で行けるところなんですけど、サマール島のリゾートがですね、しばらく解禁されてからですね、もう毎週土日、私が今住んでるところの近くにすぐ船乗り場があるんですけども、もう結構やっぱり土日はもう車の行列ができてて、船に乗る順番待ちですね。それで渋滞になってるぐらい人が多くサマール島に、行ってるんですけども、こちらもやはり感染者がそれで増えてしまいまして、サマール島の市長がですね、もうサマール島のリゾートに対して一時営業停止しなさいという、そういった命令を出しました。それに伴いまして、6月の1日から6月の14日まではサマール島のリゾートが営業一時停止ということになったという報道がされています。私がダバオ市に住んでて個人的な感覚としましては、もうずっととにかくですね、規制の状態が続いているので、ある意味慣れてしまったというところもあるんですけども、その夜9時以降は出れないとかですね、あとまあお酒は私は飲みませんけど、周りも結構もうどうせもうまた飲めないだろうみたいな、そんな雰囲気にもなっていますし、まあ規制に慣れてきて、まあ中にはやっぱりこれで規制疲れてしまって、羽目を外してですね、やっぱ感染してしまってっていうケースもあるんじゃないかなと思います。特にサマールトは、私も他のチャンネルの動画にもしましたけど、サマールトは行きましたけども、まあその時は、ある程度人はまばらと言いますか、距離一応取れてた感じでしたけど、中にはですね、パラダイスビーチとか有名なビーチ行ったフィリピン人の方に聞くと、とてももうみんな
密集と言いますか、とても多くの人がいて、もう結構怖かったような、そんな話をしてた人もいましたんで、まあちょっとそれでやっぱりですね、一応サマール島ではキャパシティの 50% とか 60% 以上は入れないようにっていう命令も出てたんですけども、どうもそれが守られていなかったとこもあるんじゃないかなという感じがしますね。というので、6月1日から14日まではサマール島のビーチをクローズということで、まあこれ感染がですね、収まらなければまた伸びるかもしれないですし、まあそれ以降また、行けるってなったらまた結構多くの人が行くんじゃないかなっていう感じもしますけれども、そうですね。あと、まあ、モールはもう今は、ずっとですけども、マスクとですね、フェイスシールドしないと入れないと。あと、ダボー市内は、そういったモール等の施設に入るときは、QR コードですね。もう私なんか今、携帯電話に QR コード入ってますんで、携帯必ず持って、それをかざして、施設に入るという、そういったのがもう慣れてしまってますね。最初はすごい、鬱陶しかったですけども、まあ今もね、慣れたとはいえ面倒くさいのはありますけれども、はい、そういった生活にもうすでに、もう1年以上もね、やっていますので、厳しい規制の中で生活するというのがですね、慣れてきた感じもしています。あとはですね、学校に関してはもうフィリピン全国的にですけれども、もう小学校から大学までですね、基本的にはもうオンラインでしか授業していません。まあ、あとはフレキシブルラーニングと言いまして、オンラインで難しい場合は、教材をですね、先生が用意して、それを家に持ち帰ってやってきて、また出すとか、そういう宿題を出すとかですね、そういったやり取りをするですとか、まあ、そういったマニュアルな面とオンラインの授業を一緒にやるとかですね、まあ、とにかく対面はやっていないということですね。議論としては、ダボー氏も含めてですね、対面に一部していいんじゃないかとか、実験的にやってみようとかっていう話は、上がってはいるんですけども、まだ少なくともダボー氏に関しては対面は行っていないですね。はい。大学全体的に見ても、おそらくしばらくはやっぱりオンラインが続くんじゃないかなと思います。看護や医学系の学部ですとか、あと IT 関係ですね。もう家のコンピューターじゃとても授業のあれに追いつかないとか、そういった学部はコロナの影響がそんなに大きくないところから少しずつ始めていこうという話も上がっているんですが、まあそれもいつになるかっていうのはまだはっきりとはですね、してないんじゃないかなと思います。あとはワクチンの話ですけども、私の周りでもですね、結構日本人の方でも、Facebook 見たら、もう打ちましたって写真が上がってたりとかですね、結構日本より早いんじゃないかなと思ってしまうぐらい、で、種類に関しても、アストラゼネカとかですね、を打ちましたっていうのが上がってたりですね、するので、まあ、特に、あれですね、こちらはまず医療従事者、そして、高齢者の方、今順にワクチンが回っているんじゃないかなという、感じがします。まあ、ちょっとフィリピン全体的に見たら供給が間に合わなかったりとか遅かったりしてるみたいですけれども、ダボー氏だけ見ると、あれ、あの人もこの人も、ワクチン打って結構いけるんじゃないかなっていう、そういう雰囲気もありますね。まあ、ただ、かといって、全員、もう打ったから大丈夫だっていうふうにはすぐには、まだなりそうもないですけれども、ダボー氏の状況に関してはそんな感じです。私の動画ではですね、このようにフィリピン全国ですとか、ダボー氏についての情報を発信しています。ぜひ、チャンネル登録がお済みでない方、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。